電車の世界、室生再生。薄い日差しの中に電車が止まったり走ったりしている。いくつもいくつもキリがない。じっと止まって何かを考えているように、忘れられたように街中に置かれていると思われるほど、なかなか動かない。ゆっくりと落ち着いている。そうかと思うとがったりと動き始める。はっとして皆は電車に乗っていることを初めて知ったような目つきをする。切符を神経的に眺める。町の四つ筋ではみんな集まってくる。古い小さい車体、新しいボギー車、それがみんなすれ違って、小さいのは波のように揺れる。その中の人々もみんな揺れる。窓と窓とがすれ合う。人と人とが目と目を交わす。ほんのしばらくの間に誰か知った人がいないかと見張る。そうして窓が明るくなって、今度は町の家並みが見え始める。先刻からのことを皆忘れてしまう。街角に行き違うために連れを作って電車を待っている。近くにも遠くにも思いがけないバス停にも、その車の中には誰だか知人が乗ったようだが、そう感じられるが誰だかわからない。みんな町の中心に集まってくる。日が暮れるとみんなそれぞれ帰ってゆく。大きな屋根のもとへ帰ってゆく。それの運転手も車掌も、暗い道を黒服で、暗い道を黒服でとつとつと帰ってゆく。